せーの、こんにちは、こっちゃんです。こっちゃんの母です。はい、今日も読み聞かせやっていきたいと思います。それではレッツスターティング、始めるよ。はい、今日も読み聞かせやっていきたいと思います。今日はこっちゃんから2まで読みでやっていきたいと思います。今回のブラガーヤマザでいただくのはみなみさん&アシタールです。では始めていきたいと思います。今日のアシタールからのメッセージをお伝えしますね。こんにちは。こうしてお話しできることに感謝します。こちらこそ。生活を大切にしてください。生活があなたの人生そのものです。そのものなのです。人生は生活の外にあるのではありません。いつかそのうち自分を生きることができる、自分の好きな人生を送ることができると思わないでください。いつかそのうちはできないので、来ないのです。毎日の生活をないがしろにして、どこかに私がのびのびと自由に暮らす場所があると思わないでください。そんな場所はないのです。今の生活があなたの人生なので、今の生活がずっと続くのです。今の生活に満足していなければあなたはずっと満足できない人生を送ることになるのです。こっちゃんいなくなります。わかりますね。そんなことはわかっています。でもどんな風に生きるもので夢のことです。合ってる？うん、夢物語、夢物、夢物語。あー、美味しいね。夢物語で、人生はそんなに甘いものではありません。生きていくのは大変なんですと、あなたは思うかもしれませんが、そんなことはありません。毎日の生活をしっかりと感じきってみてください。毎日していることをあなたはどう感じていますか？こっちゃんはね、感じていますかって聞かれるとね、なんかその状況に対して楽しくなることは何かなって考えて作るのがやっぱいいかな。今何のためにそれをしているかをいつも考えていますか？いつもではないかな。暇だった時に遊びたいなって思った時に何しようかなって、楽しいことないかなって考える時は考えるし、ゆっくりしたい時はゆっくりするって感じ。なぜ服を着替えているのですか？仕事に行くためです。どうして仕事に行くのですか？お金のため、楽しいから。どうして今ご飯を食べているのでしょうか？
時間だから、いやそれはご飯食べたいから食べればいいし、お腹が空いたりしたらなんか食べればいいんじゃないかなって。お腹空いたけど食べない、食べるは自分自身が決めることかな。お腹空いたから、いろいろ考えていくとあなたの考え方が分かってきます、うんうん、そしてしたいこともどんどん分かってくるみたいな感じだね。そして疑問もたくさん出てきます。疑問を持つことでまた考えることができます。疑問を持ち考えることであなたの人生があなたの中に戻ってきます。そしてやりたいからやっている中がやりたくないけど仕方がないからやっているのかが分かってきます。やりたくないものはやんないで、やりたいものはやる、やるやらない決めるのは自分自身だから、自分自身好きなように人生を過ごしていけばいいってこと、うん、今までは無意識にやっていたことが意識に上ってきます。意識に上ってこれれば選択することができるようになるのです。漢字がすごい読めるようになったね、こっちゃん。無意識にやっていたら選択することができないのです。好きだとか嫌いだとか楽しいとかいやいややってるとか、そんなことも感じることなく機械的にやっていることが多いのです。いやいだ、いやいやだった、え、嫌いだとかじゃない、あ、そっちか。うん、価値観、機械的にやっても日光は送ることはできるのです。日常、あ、日常は送ることができるのです。日光を送るってどうやって送るんだろうね。お日様の光って意味だよね、日光って。でもそれはあなたの人生とは言えないのです。人生はあなたが決めるのです。やりたいからやると意識してできるようになると、やりたくないからやらないと意識してやらないようにもできるのです。意識してやらないと思えれば周りの人の目も気にならなくなりますし、周りの人もあなたに何も言わなくなります。あなたの中の核がしっかりとするからです。毎日の生活は大切にしてください。ただ機械的にルーティンを起こしながら、いつかそのうちと先かっこ、ごっこ未来、うん、かっこたじるに言わない、畳望みを持つのではなく、今の毎日の生活をいつかそのうちと思っているものに変えてください。そうすればいつかそのうちが今になります。人生はそんなに甘くない、そんなことはありません。そう思ってしまうからそういう現実を想像してしまうのです。髪の毛変える、毎日を楽しく豊かに過ごすと決めればあなたの人生は甘くなります。え、美味しそう。楽しいものになります、豊かになります。人生は苦しいもの、辛いもの、辛いからこそ人は成長するのです、などという言葉を信じないでください。人生は甘いのです、楽しいのです。
しく生きることができるのです。そのためには今です。毎日の生活なのです。毎日の生活を大切にしていれば、あなたは好きに生きることができます。誰からの制約も受けることなく、すべてを自分で自由に選択することができるのです。そんな簡単に言わないでくださいと言われるかもしれませんが、ならばちょっとだけでいいのっていいですので、やってみてください。自分が楽しいと思える生活をしてみてください。急に全てを変えてくださいとは言っていません。ただ少しだけ生活を変えるだけで、私がお伝えしたいことが理解していただけると思います。いつもと違う道を歩くだけでもいいのです。会社に行ったらこれもしてあれもしてと考えたり、家に帰ったらこれもしてあれもしてと考えたりすることをちょっとやめて、好きな道を楽しんで歩いてみてください。そうだね、やりたくないことはやる必要もないけど、やりたくないけどやると決めたなら やればいいし、まあ好きな時間もちょっと作っておいたらなってこっちは思うな。なんていうの、嫌だなってエネルギーを貯めるよりかは、ワクワクした楽しいなっていう気持ちを貯めた方がいいと思うな。あれだね、なんかバルーンの中に詰めてバーンって弾き出すような感じ。歩道にある咲いている花を見たり、道端に咲いている花を見たり、聞こえてくる鳥の声に耳を近づけてください。傾けてください。自然な声っていう意味なのかな。こっちゃん録音した鳥の鳴き声とかね、聞いたことあるよ。もしかしたらどこかの家から料理中のいい匂いがしてくるかもしれません。その匂いはあなたにいろいろな思いをもたらしてくれます。こっちの好きなぶどう。そうすることにそんなに時間はかかりません。そうだね、さっき言ったこっちのいい幸せっていうエネルギーを貯めるのと一緒みたいな感じだね。あ、これにおい、この匂いいいな、私も作ってみないなとか、真似して自分もいい気分になるんだったらそれやってください。真似してもあんま美味しくないなって思ったらすぐやめればいいって話なので、自分に合うか合わないかを自分に聞いてみてください。お母さん部屋汚いのは嫌です。はい、例えば自分がこれは嫌だなって思ったら、自分でそう、こうしてっていろいろと自分で努力して、自分の好きな世界を作るっていうのが人生の出来事って意味なのかな。こっちゃんはこのくちゃくちゃのお部屋にしたいっていう感じ？こっちゃんはくちゃくちゃの部屋になっちゃうけど、ちゃんと片付けようっていう気はあるから片付けようと思います、お掃除動画みたいな感じ。こういう部屋が好きなんじゃないんだ。好きではないな、虫苦手だから。ずーずーき、ここほんの数分でできます。でも気持ちに大きく余裕が出てきます。ほんの数分でできます。でも気持ちに大きく余裕が出てきます。
中心に戻してくれます。こうして少しずつでいいので、あなたの生活を楽しんでください。生活を大切にして楽しもうと思えば、あなたの人生も楽しくなります。いつかそのうち、どこかにある場所ではなく、今のあなたの生活が大切なのです。あなたの毎日の生活があなたの人生であるとお伝えしたいと思います。せーの、あなたに愛を込めてお伝えします。ありがとう、明日ある。ありがとう、明日ある。せーの、感謝します。ありがとう、ありがとう。ポチポチポチ、あ、ポチポチ。今日もブログありがとうございました。はい、今日のこっちゃんクイズをしたいと思います。その前に前回の答えを言いたいと思いますよ。前回の答えは、こっちゃんの好きな野菜、こっちゃんの好きな野菜は、じゃん、人参とキャベツです。うさぎさん、どっちも食べそうでしょ。今日のこっちゃんクイズをしたいと思います。今日のこっちゃんクイズは、今日読ませていただいたブログは、どちらのブログでしょうか。1、みなみさん、2、あつしさん、どちらでしょうか。また次回の動画でお会いしましょう。ドロン。はい、いかがでしたでしょうか。この動画を面白いなと思ってくれた方は、チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。それじゃあまたねー。